今、夫婦関係で悩んでいる方、離婚の危機にある方、あるいはあったんだけれども、夫婦関係を継続することに決めた方、お父さん、お母さん。離婚しなかった理由を子供のせいだ、つまりあんたのためにお父さん、お母さん離婚しなかったんだよ。お母さんね、お父さんのこと嫌いなんだけど、あなたのために離婚しないのよ。そんな話をお子さんにしていませんか？これは絶対に言ってはいけないことです。これを言うことによって、お子さんは自分自身の存在を責めるようになります。つまり自分の生きているこの状態に対して罪悪感を抱くようになります。そしてこれが何がまずいかっていうと、お父さん、お母さんそれぞれの都合、つまり自分自身の中で向き合いたくないことにごまかしをして、子供のせいにして、自分をごまかして、子供のせいにして、うまく自分自身を納得させてるっていうずるさがあるんですよ。聞きたくない話かもしれませんけれども、今実際ね、子供の頃にそういうことをされてきて大人になった方で、自分のメンタルのコンディションを苦しんでる方がすごくいます。生きづらさを抱えてる方がいます。この動画を見ながらもうすでに当てはまってるって方もいるかもしれません。なので、今日はそのお話をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。皆さん、こんにちは。公認心理師、栄養療法、音楽療法の浜翔こと橋本翔太です。今日お話ししたいことなんですけれども、冒頭でもお話ししたんですが、離婚をしないことに決めた、あるいは離婚するかもしれないの、悩んでいる、そういう悩み相談って実は心理セッションの中でもすごく多いんですよ。で、あるいはそのね、ご主人とうまくいかなくて、いろんなことがあったと。ね、ご主人とのトラブルとか浮気とかいろんなことがあったんだけど、でも私結局いまだに別れないで頑張ってるんですっていうお母さんがいたりとか、その逆もあったりね、お母さん、お父さんそれぞれのストーリーがあったりするんだけれども、今夫婦関係が続いているのはお前のせい、お前のせいなんだよ。つまりあなたがいるからね、お父さんもお母さんもあんたがいるから別れないで離婚しないで夫婦生活続けていこうって決めたんだよ、というようなことは絶対にお子さんには言ってはダメなんですよってお話をします。で、もうこれはね、されてきた人はわかると思うんだけれども、お母さんが苦しんでるのは、お父さんが苦しんでるのは、2人が喧嘩してるのは僕のせいなんだって子供って思うんですよ。つまり僕がいなかったらお父さんもお母さんも苦しまなかったの。僕がいなかったらお母さんもこんな悲しい顔する必要なかったし、僕がいなかったらお父さんも苦しむ必要がなかったのに、僕がいるせいで2人を苦しめてるんだって子供を思っちゃうの。そこまで思ってなくても。で、そうすると子供っていうのは自分の存在自体に罪悪感を抱くんですよ。つまり僕なんか生まれてこなければよかったのにっていう無意識、ここまで言語化できないよ、ここまで言語化できないんだけど、この感覚を抱いちゃうの、どうしても。つまり、お父さんもお母さんも歯を食いしばって嫌な顔しながら、それでもここにいるのは僕のせいなんだ。なんで僕は生まれてきちゃったんだろう。僕のせいで2人を苦しめている。僕のせいで大好きなお父さんとお母さんを苦しめているっていう、そこまで言語化できないんだけど、そういうストーリーが子供の中にできちゃうんですよ。だから絶対に言ってはいけないっていうのが言いたかったのと、もう一つ大事なお話があります。今日はお母さんバージョンで話をしますね。これお父さんバージョンもあるんだけども、私のところにも離婚しようか迷ってるけど、子供のために私離婚できないんですって。分かりますよ。もしも離婚しちゃったらね、子供がいじめられるかもしれない、後ろ指さされるかもしれない、そんな思いをさせたくないから、子供のために私は我慢して今の旦那と一緒にいるんだけれども、でも辛くて一体どうしたらいいですかっていう相談って結構多いんですよ。で、ここで突きつけたくない現実というか、深層心理というか、無意識の話を私はそのお母さんにするんですけど、もちろんお父さんの場合もあるよ。今日はお母さんの話ね。離婚しない理由って本当に子供が100%なんですかって話なんですよ。で、そこを掘り下げていくと、絶対に子供100%じゃないんですね。例えばなんだけれども、お母さん自身が経済的に不安だからね、つまり自分自身がまた社会に出てとか、あるいは今の手取りとかがね、心もとないから嫌なんだけれども、そのご主人といれば、その旦那さんといれば、その夫といれば、ね、
自分の経済的な不安定さをカバーできるから、いやいやでもこの夫と一緒にいた方がいいわ、その方が私マシだわっていう選択を自分で無意識にしてるってすごく多いんですよ。でもちろんそこには子供のためにね、子供の養育費のために私は別れないんですって人もいるかもしれないけど、じゃあ本当に子供の養育費だけのためなのっていう質問をさらに深めていくんです。で、仮にお子さんがいなかったら別れるんですかって話もしたりするわけ。で、そうするともちろん、いや、子供がいなかったらすぐ別れますよって言うんだけど、本当に本当に深いところまで突き詰めていくと、そこで認めざるを得ない感情に気づくんですよ。つまり自分が経済的に不安定な気持ちになるくらいだったら、不安定な思いをするくらいだったら、こんな旦那でも私はいた方がまだマシだっていう選択を自分がしてるの、これ例として1点目ね。で、2点目っていうのが、もしも離婚してしまったら自分の親に何言われるか分かんない、社会から何言われるか分かんない、友達から何言われるか分かんない、世間から見て何言われるか分かんない、職場から哀れみの目で見られるなんて絶対嫌みたいな感じで、結局自分が周囲からどう見られるか、離婚によってね、それを気にして離婚しないって人も結構多いんですよ。でもそれを認めるのって本人としてはすごく嫌なの、この触れたくない部分なんですよ。嫌だ嫌だ、こんな旦那絶対嫌だ、ね、子供がいなかったら別れてやるって言ってるのに、実はそのもっと違う理由として、自分が周囲から世間から友達から職場から別れたって思われるのが尺だったり嫌だったり恥ずかしかったり、みっともないって言われるかもしれないとかね、親から何言われるかわからないというような恐怖とか、そういうものによってで離婚をしないって選択を選んでいるということを認めたくがないがゆえに、子供のためにという大義名分を使って別れないという選択をしている方が多いんですよ。これはいろんなストーリーがあるから、お父さんバージョンの場合はまた違うストーリーがあったりするんだけど、今日はお母さんバージョンで話をしています。はい、つまり何が言いたいかっていうと、子供のためって確かにそうなの、そうなんですよ。子供のために別れない方がいいと思うし、子供のために学校生活もあるから、あのね、別れないでいましょうね、子供が心配だから子供がいじめられないように、それ全部事実だと思います。親は子供のことを愛しているし、何とかしたいと思ってるでしょうからね。けれどもその裏側に、子供のためという盾を使って自分のずるさをごまかしてませんかってこと聞きたいんですよ。本当は自分が経済的に不安定になるのが怖いとか、この年齢で別れたってどうせ次のパートナーは見つからないから、だったらね、先々年取ってからも私も不安だし、こんな旦那でもいた方がいいわと思う、その打算的な気持ちで別れない、そんな腹黒い自分がいるとか、さっき言ったみたいに親が何て言うか分かんない、世間が何て言うか分かんないみたいな感じで、周囲のことを気にしてみっともないとか恥ずかしいとかね、あの年取ってから独り身なんて、あの絶対そんなの嫌だわみたいな、そういう孤独感とか、そういったものを認めずにいないですかってことなんですよ。そういう理由も含まれてませんかってことなの。だとしたら、あんたのためにお母さん別れないのよ、あんなお父さん私大嫌いなんだけどね、でもね、何々ちゃん、あなたのことを思ってお母さん別れないんだよっていうのは本当ですかってことなんですよ。それもあるかもしれないけど、それだけじゃないでしょうってことなんです。そこに気づいてほしいっていうのも今日この動画を撮った理由なんですよ。子供のせいだっていうふうに自分も無自覚に思ってると、つまり本当は自分の中の腹黒いとかずるいとか打算的な気持ちがあるんだけど、そういうところを認めたくなくて、そんなずるい自分を認めたくなくて、全部子供のせいだわって、そのお母さんも本当にそう思ってるの、本当にそう思ってるの、自覚がないからね。セッション進めないと、深層心理突きつけていかないとそこ気づかないんですよ。でお父さんバージョンも同じで、子供のためにっていうふうに思っていると、その自分の触れたくない場所に蓋ができるんですよ、ね、触れたくないで、しかもいいお父さんいいお母さんでいられるの。私はね、子供のために私の人生を犠牲にして、ここ大事、犠牲にしてるんですよっていうようなストーリーが自分の中で出来上がっちゃうわけ。つまりかわいそうな私でいられるっていうメリットもあるんだけども、で子供っていうのはそういうの全部吸い込むんですよ。
だからさっきの冒頭に戻るんだけど、お母さんもお父さんも自分を犠牲にして僕のために無理して我慢して苦しんでるんだっていうことを実際に言われたり肌で感じ取ると、子供は申し訳なくて罪悪感でいっぱいになるの。つまり自分の存在自体にすら申し訳なさ、つまりなんで私僕は生まれてきちゃったんだろうっていう感覚にまで行っちゃう人もいるんだけど、その状態で子供家庭生活やっていくと、大人になってからもずっとその感覚がつきまとうんですよ。つまり私なんで生まれてきちゃったんだろう、生まれてきてごめんなさい、私には存在する価値がありません、私は申し訳ない存在ですみたいな感覚がずっとつきまとうの、その子に。で実際そういう方たちが大人になって私のところに来る方も多いです。でその大元をたどっていくと、夫婦間をつなぎ止めたのはお前のせいなんだよっていうような言われ方をしている方たちが結構いるんです。直接言われなくてもそういう匂いを嗅ぎ取りながら生きてきたって人もいます。だからなおのことお父さんやお母さんが直接子供に言ってはダメなんです、そんなこと。でもちろんね、口で言ってはダメですよなんていうのは簡単ですよね。だからさっきのお話ししたんですよ。自分の中にお子さんとは関係ない理由があるでしょってことなんです。離婚しない理由は自分の中の理由があるよね。本当に 100% お母さん、100% お子さんのせいですか？そうじゃないよね。自分の中の都合があるよね。自分の中の打算があるよね。だから別れないんだよね。それは人それぞれいろんな理由があって、世間体かもしれない、経済面かもしれないけれども、あれは老後の孤独かもしれないけれども、いろんな理由ひっくるめて自分自身の打算のために離婚しない、この夫婦生活を続けるって決めたのもあるでしょってこと。それをなかったことにして子供のせいにしては絶対ダメですよってことなんですよ。それをされたら子供っていうのは一生罪悪感で苦しむので、そういう子っていうのは大人になってから自分の存在がマイナススタートなもんだから、なんとかプラスにしようと思って一生懸命誰かのお世話をしてみたりとか、会社内でもこう自分から進んで無理してノーって言えなくて、こういい人演じてこう周りから好かれようとして頑張ってみたり、無理な仕事を引き受けてボロボロになってみたりとかっていうようなことをするんですよ。なんでかってマイナススタートだから。つまり自分は申し訳ない存在で、罪悪感のある存在で、生まれてこなければよかった存在だからこそ、誰かの役に立ったり誰かの期待に応えたり、周りからすごいって言ってもらえないと自分がプラスにならないの、ゼロにもいかないわけ。つまり自分はここに存在していていいっていうゼロにもいけないんです。この状態で苦しんでる方が本当に多いんですよ。今この YouTube を見てる画面の向こうの方は当時子供サイドだった人も多いと思います。でそういう子たちっていうのは誰かの期待に応え続けたりとか、常にプラスの結果を出したり常に上昇し続けるなんてことは人間として不可能なので、うまくいかなくなったり失敗したりした時にもう自分の存在まで揺らいでしまう。つまり結果を出せない私は生きてる価値がないとかね、あるいは誰かに嫌われてしまった、何々さんに嫌われてしまった私は生きていても仕方がないとか、代々とね恋愛関係うまくいかなかった私はやっぱり生まれてこなければよかったんだみたいな感覚につながっちゃうんですよ、うん、でこれを抱えているとね、本当に生きづらさにつながっていきます。でその大元のストーリーをよくよく聞いていくと、そのお父さんとお母さんが不仲であったんだけれども、そこにいた理由っていうのがあんたのせい、あんたのためなんだよというような言われ方をしてきた人が少なくないんです。まあ私もね、そういうような経験があるからすごくわかるんだけど、で子供っていうのは本当に純粋にお父さんお母さんが大好きだし、お父さんとお母さんに幸せになってほしいの、ニコニコしててほしいわけ。ところがニコニコできない理由が自分なんだっていうことって本当につらいですよ。私がお父さんを不幸にしてる、私がお母さんを不幸にしてるんだっていう感覚、これ相当の罪悪感なんですよ、ね、だからこの動画を聞いている、まあ、お父さんお母さんはぜひ今からでも間に合いますからね、お子さんには言わないでください、そんなことは。で自分自身の心とよく向き合って、ね、そんな伴侶でも一緒にいる理由っていうのはお子さんだけじゃないよねっていうところをちょっとでも認めてほしいと思うし、そこに気づきがあったらそういう話を実際お子さんとかパートナーとしてみるのもね、
大事なんじゃないかなと私は思うんです。まあそんな何もかも私は求められないし、この現代社会のね、日本の中でお子さんを育てるっていうのは本当大変だと思うんです。だから私別にその子育てどう、子育てにパーフェクトになるとは言ってないです。いろんな事情があると思います。もちろん目の前で喧嘩したこともあると思います。ただ目の前、子供の目の前で喧嘩するっていうのは面前 DV って言って、要はそのもうあの虐待行為の一つに入るんですよ。で実際面前 DV の方が脳に傷がより深くついてしまうっていうようなデータもあるくらいなんで、できれば目の前で喧嘩はしてほしくないんですけれども、でもこの現代社会いろんなものを抱えながら子供を育てているのは大変だから、喧嘩しちゃう日もあるかもしれません。パーフェクトな子育てをやるなんてのはとてもできないかもしれません。でもそれはそれでいいんです。私は何もパーフェクトな子育てをしましょうとかね、お父さんお母さんを責めるつもりがあるわけではないんですよ。それぞれ皆さん事情があるから。けれども今日お話ししたことは気をつけてほしいんですよ、ね、お子さんに対して、あんたたちのためにお母さん我慢してるのよ、お前たちのためにお父さん我慢してるんだからな、みたいなことを言ってしまうと子供って罪悪感すごい抱えるんですよ。そして今日この動画だけじゃなくて、他の動画でもね、お子さんに言ってはいけない毒親言葉っていう動画を撮ってるんですけど、そこでどんな話をしてるかっていうと、自分の伴侶の悪口、つまりあのお父さんの自分の、まあ、パートナーだよね、夫なり妻なりの悪口を子供に言ったりとか、あるいは自分の親ね、子供から見たらおじいちゃんおばあちゃんねの悪口を言ったりすると、子どもの心が分裂してしまって本当の感覚感情が感じられなくなっちゃうんだよっていうお話もしてますので、その動画もぜひ見てください。子どもって基本的にお父さんもお母さんもおじいちゃんもおばあちゃんもみんな大好きなんです、家族のこと。ところがそのお母さんが悲しんでる理由がお父さんなんだっていう、その悪口を聞いたりとか、おじいちゃんおばあちゃんの悪口をお母さんとかお父さんから聞いてると、子どもって混乱して子どもの感情感覚がだんだん分裂していくんですね。人格がこう2つに割れてっちゃうという言い方もできるんだけども、要はね、脳は混乱するんですよ。お父さんも好き、お母さんも好き、でも お母さんはお父さんのせいで傷ついてるらしい、そうすると僕どうしたらいいんだろうみたいな感じになっていくわけで、詳しくはその動画見てほしいんだけども、その動画で言ってるのはとにかく自分の家族の悪口を子供には言わないでねっていう話をしてます。だからある意味この動画はその第2弾だと思ってくださいね。繰り返しますが、別に私はお父さんお母さんを責めるつもりもないし、いろんな事情の中で一生懸命子育てをされてるんで、それは素晴らしいと思うんですけれども、最低限これは子供に言ってはダメだよって言葉があるんですよ。ところがついつい大人の事情で八つ当たりで子供に言ってしまったりする。それは本当に後々子供の心に傷をつけて、将来的にその子が生きづらさを抱えることになります、はい、ですからあのね、気づいた人からちょっとずつね、やめていきましょうね。で、何よりもね、それをやめるためには自分の中の腹黒さとか自分の中のずるさと向き合うと、それができるようになります。人間誰もが完璧じゃないからね。で、子供の頃からそれをされてきてしまって今も苦しんでる方も、この動画を見てる方でいっぱいいると思うんですよ。そういう方は、まあ、私の他の動画なんかを見てもらったりとか、心理療法とか栄養療法も役立ちますので、私の活動詳しくは概要欄にあります、ね、YouTube の概要欄を見ていただいて、そういうものを参考にしてもらうなどして、ぜひね、あの今からでも自分の人生は変えていけますから、ちょっとずつ向き合っていきましょう。はい、本日は以上になります。よろしかったらですね、私の動画は何度も見てみてください。それから他の動画もつながってますので、チャンネル内にある他の動画もね、サムネが関係ないと思っても見てもらうと、だんだんつながってくると思います。あとは動画がいいなと思ってくださったら、お友達に紹介してくださったりね、あるいは、SNS なんかに投稿してもらうとすごく嬉しいです。いいねボタンとチャンネル登録もお待ちしております。本日は以上になります。橋本翔太でした。